これ僕ちょっと知り合いに聞いた話なんですけど、居酒屋で飲みすぎて記憶なくす人の9割が最後に見た記憶がこの地球一周のチラシらしいんですよね。これ未だに原因が分かってないみたいです。テレ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 。さあ今日なんですけども、ちょっと前にですね、指名手配犯のポスターの話をしたんですけども、ちょっと思ったのが、広告っていうのもほぼほぼデジタルの時代になってきたのに、未だにまだ街中にアナログだけでチラシとしてやってる理由ってなんだろうと思ったんですけど、これ意外と街を歩いててふとした時に目についた広告って意外と記憶に残るんだなと思ったんですよ。っていうのもこちら、はい、出た地球一周の船旅。まあもちろんこれ世代もあると思うんですけど、あ、これ見たことあるなって方の方が多いと思うんですよ。まあ僕26歳なんですけど、多分同じ年齢の方全員見たことあると思うんですよね。しかもどこのお店で見たとか覚えてないし、これ実際行ったこと一回もないけど知ってるよって人多いと思うんですよ。これちょっと気になるんで、僕より若い方みんな知ってるよこれっていうのがあればコメントお願いします。まあこれがじゃあ実際どこに貼られてあるか、これ僕のイメージでは居酒屋のトイレ。はい。年季入ってれば入ってるお店ほど貼られてある気がするんですよね。でも行ったことある人一人も会ったことないみたいな。今日はですね、そんな街中で見かけるちょっと怪しい広告とか、実はこれがあると本当に危険なんだよっていう張り紙とかをまとめてきました、まあ、さっきも言ったようにこの街中の広告って記憶に残るもので、あーこれなんか見たことあーるってやつ多いと思います。では早速なんですが、その代名詞とも言えるのがこの世界一周若者応援キャンペーン99万円ですよね、まあ、いろんな国に豪華客船でどうすかみたいなやつなんですけど、これずっと気になってたんですけど、最近見かけたニュースと一致して、あ、ここやったんやってなったんで、まずそのニュースから。去年です、コロナでクルーズ中止のピースボート旅費返金トラブルで行政指導へ。ピースボードが新型コロナウイルスの影響でクルーズを中止したのにもかかわらず、乗船予定だった顧客への一括返金に応じず、観光庁の行政指導を受けていたことが明らかになりました。しかしピースボートを主催するジャパングレイスは、行政指導後も分割払いでの返金に固執しており、トラブルが続いていますっていうニュースでして、このピースボードっていうのがあの広告の船で、あの広告の豪華客船だったんですね。でちなみになんですけど、この時返金は3年分割対応って言ってたらしいです。おい、普通車買ったんかい。まあこれどうなったのかっていうのはよくわからんのですけど、じゃあこれ実際に旅行に行けんのかっていう話なんですけど、まずこちらですね、運営してるのが国際 NGO 団体でして、3ヶ月で約20カ国、ちょっと回りすぎじゃないって感じるんですけど、まあ旅行しながら現地の人と交流できるプログラム、カルチャー教室、各種イベントが開催されると。でまあ主な活動っていうのが、貧困で苦しむ地域に足を運んで支援物資を届けたりとか、自然破壊が進むガラパゴス諸島での植林ボランティアとかいうことをやってて、まあ実際ホームページで2022年12月出航のコースっていうのを調べてみたら、お値段が1人188万円。これなかなか行きますね。アフリカ南米南太平洋コースということで、105日間かけていくコースです。神戸、台湾、中国、シンガポール、モーリシャス、レユニオン島、マダガスカル、南アフリカ、ナミビア、ブラジル、反対行きましたね。そしてウルグアイ、アルゼンチン、チリ、ペルー、タヒチ、ハワイ、帰宅とね。まあ、現在で最少でも600人。ご確認事項に、上記のような不可抗力による変更の場合でも、払い戻しは一切ございません。あらかじめご了承くださいと書いてありました。あとここ大事なんですけど、イースター島では原則自由行動ができないらしいですね、はい。まあ、それはいいとして、まあ、ただ3ヶ月休めて200万近く出せる人っていうのはなかなか限られてくると思うんですよ。しかし第1回の開催が1983年となかなか歴史あるもので成り立ってるのかなと思うんですが、こっからが本題です。実はこれ行けるの富裕層だけではございません。それがこの居酒屋とかでしょっちゅう見かける理由でもあるんですが、実はここのボラスタと呼ばれるボランティアスタッフ、これになれば30歳以下なら旅費を全額にできる可能性があるんですね。それが紛れもないこちら、ポスター貼りの仕事でございます。なるほどと。なんとこれを3枚貼ると1000円割引されるんですね。高いよね。なので3000枚とか4000枚貼れば実質無料になってくるんですよ。だからここのボランティアスタッフが飲食店にガンガンお願いした結果、脳裏に焼き付く誰でも見たことがある広告になってるってことなんですね。なんかなり方は説明会に行く必要があるらしいんですけど、今実際やってるかっていうのは分かりません。で実際乗務員として働いた方の記事でちょっと面白かったのが、やっぱり若い方が多いから旅の中盤になると、あの2人どうやら付き合ってるらしいよっていう噂が回るって言ってました。なんやそれって感じなんですけど、ただこのコロナ不況でちょっとした返金問題もあって、ワンチャン今これ倒産しようとしてんじゃないかっていう噂もあるんで、今のだけを聞いて行ってみようかなと思った方、もしどこかでチラシを見て興味を持っても、まあ、絶対自分で調べた方がいいですね。まあ、あのネットでピースボート実態って調べると、まあ、正直いい噂っていうのはあんまりないんですよ。それはご自身の判断でお願いします。